味見堂カップヌードルズ、味見堂っていうのでいいのかな。スパイシーフード辛口ビッグっていうのが新商品だそうで、まあそれだけの理由で買ってみました。世界のカップヌードル総選挙1位ということですね。辛いのであんまり私は食べないかも。香港代表辛口スパイシーフード。香港代表ということは他にもいろいろ代表があったよな。みんなが選んだ世界で一番食べたいカップヌードル。大阪かな、池田にあるカップヌードル記念館かなんか行った時にですね、いっぱい世界のカップヌードルが展示してありました。でも食べられるのは日本のカップヌードルだけだったです。イートインのコーナーがあって、イートインっていうのかな、関西味の、関西味バージョンとか関東味バージョンとかね、そういうのも食べれるようになってましたよ。で、まあ、話戻って、このカップヌードル総選挙1位、よっぽど辛いのかな。写真で見るとシーフード、タイ、タコとか、タコがメインなのかな。後ろは何が入ってるのか書いてあるのかな。世界一食べたいカップヌードルを決める世界カップヌードル総選挙2016年5月に実施、皆様からの熱い声援を受け、香港代表をうにゃうにゃうにゃ、シャンラー海鮮味が見事第1位に選ばれました。香港で大人気のカップヌードルをぜひご堪能ください。これ投票した人は日本の人なのかしら、それとも世界でやっててっていう、どんだけカップヌードル食べてる人が多いかっていうことで決まったのかしら。ようわからん。具はこれとこれとこれですって書いてあるかな。特には書いてないかな。まあ、アレルギーのところを見たら、エビイカが入ってるっていうことが分かりますね。あと卵とね。あと多分、謎肉も入ってるかな。写真で見るとこの謎肉はなさそうですね。はい。では、ようやくお湯を入れて作りたいと思います。はい。小さなお子様や辛みが苦手の、ただ苦手な方の飲食は十分にご注意くださいということで、開けてみました。味見堂、味見堂っていうんじゃないな、パップメイドゥっていうんだ、とはということでですね、説明が書いてあるみたいですけど、それはまた後でかな。具はこんな感じです。写真撮りに行きます。卵とコーンとタコと、なんかこの赤いのがめっちゃ辛いやつやで、きっと。あと何だろう、カップラーメン記念館では4種類ぐらい確か具が入れられたんですが、もっと入ってますね。さて、3分経ったので開けてみます。あ、やっぱりここに説明がしてあったけど、もう水蒸気で読めません。よ。もういい。読みにくい。早速食べようかな。読むかな。とりあえず読むか。香港や中国ではカップヌードルをハップメイドゥという名で販売しています。これは広東語であなたの好みに合った味という意味であり、ハップメイドゥがカップヌードルと聞こえるから、世界のカップヌードルトリビア。あなたはご存知でした？知らない。はい、行きましょう。さっきカサカサだったのにちゃんとふんわりしましたよ。味が埋めて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 、こんな風かな。辛いの苦手な人は気をつけてくれって書いてあったけど、私辛いの苦手なんですけど、いけるでしょうか。では、よ。まあ、いけるんじゃない？いけるようですよ。
ただいま深夜2時41分。こんな時間に食べてるから太るんでござる。あら、美味しい。辛いの苦手なんですけど結構いけますね。口の中がちょっとピリピリして、風邪ひいて喉が痛いから、だんだんじわじわと喉が痛くなってきました。でもなんでこれがビッグしか売ってないのかっていうのも気になるところですね。前のあの謎肉祭りの時もビッグしかなかったな。カップヌードルは男の人が多いのかな。この前テレビでインスタント麺、これカップ麺を週に1回じゃなくて、週に1回以上食べてるっていう人は5人に1人っていうふうに言ってましたね。私ギリギリ週1回ではないかな。